なあ、いつまでも料理してないでさ、麗華もこっち来て食べなよ。お肉残ってるから、明日の分のハンバーグも作っちゃう。そうすれば、温めるだけで食べられるでしょ。それに前に言ってたじゃん、ハンバーグなら毎日でもって。ああ、でも明日の夜はちょっと帰れないかも。明日の夜？土曜日だけど仕事？ああ、ごめんな。先週も急に仕事入ってたよね。ああ、最近取引先からの呼び出しが多くてさ。そう。忙しいんだね。ああ。あ、ねえ、あれ乗りたい。え？ボート？あ、怖いんだ。そんなんじゃねえし。ねえ。ん？今日は帰らなきゃなの？いや、今日は仕事だって言っといた。大丈夫？大丈夫だって、仕事って言っとけば確かめようがないんだしさ。そっか。じゃあ、来週も会える？わかった。じゃあ、来週の土曜も仕事だな。どこ行きたい？じゃあ、ピアス買いに行きたい。これ古くなっちゃったからさ。じゃあ買ってあげるよ。ほんと？大好き。俺もだよ。ひき肉から作るって今日は随分本格的なんだな。速報です。今入ってきた情報によりますと、先ほど北区浅見公園の茂みにて女性の遺体が発見されました。発見時、遺体は損傷が激しく、所持品から現場近くに在住の志村鈴香さんと判明し、事件、事故も視野に警察が捜査を進めております。え？どうしたの？あ、なんで？なあ、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 どうしたの？食べないの？大好きなんでしょ？